思ってます。ですから中国はもう第三段階これだってことで、これは、まあ今、ノーベル賞の話持って、随分騒いでるけども、僕は中国は、来た人に選挙による民主国家には行かなければならないと思うんで、やっぱり共産党政権自体の役割っていうのはちょうど日本の、自民党政権、ね、みたいな形でいろんな自治集団の間の中を取るような、そういうものに転出していく可能性あるわけですよ、ね。これは中国でも僕は政治学者とか、中には、中国共産党は日本の自民党の中に似てるんじゃないかというふうに言うと、彼らは必ずも反対したいですよね。じゃあ、共産党を一党支配は、何らかの形でソフトランディングして、しばらく長いと思うんですけど、だんだん、そこはやっぱり、グラジアンがやっていくんじゃないか。はい、どうぞ。私は東京大学のモスクリ経営研究センターのリーカンプと申します。はい。一応少し中国経済も勉強しておりまして、先生の議論を、拝聴させていただくと、もっと勉強になりました。先生の、結論的には6ページの、進化プロセスのところだと思うんですけれども、確かに、先生、ご発表の中にも、いろいろ聞いたんで、なぜその東アジアにおいてこういう似たような、その成長パターンになるかな、ちょっと疑問を思いながら、拝聴させていただきました。一つ、この質問が2つありまして、一つは、第3段階の法と類段階になると、つまり先生の評価資料がアルファとワイから、要はつまり、第2、第3次生産産業の生産性とワイに、切り替えられたと。それはなぜかというのがちょっとお聞きしたい。なぜその、労働雇用を保持率じゃなくて、PMS にあったかというのが一つと。もう一つは、第1段階、第2段階は中国は、段階的にはものすごく当てはまったというのが私も自感しておりまして、ただし、Y は、実質 GDP ですから、必ず日本国内の資源じゃなくて、経済が開放してしまうと、日本の企業は海外で、観光企業も海外で借りて、それを全部GDP に加算されるものなので、中国はまだその海外で、要は企業を進出して借りるではないから、成長パターンまだ解剖系でなってない段階なので、そしたら第2段階からもう別の発展ルートに入れてしまうと、第3段階が来ないではないかというのは、ひょっとしたら途中でどうかに脱線して、当てはまらなくなった点ではないかというのが感じたわけなので、それはどう先生の理論に、このプレマークに当てはまるかというのがちょっとお聞きしたいです。第1の質問ちょっとはい、ここ今日段階的に第1段階と第2段階の先生の評価資料が例えば経済的なアルファと Y、第1段階で、第2段階はもう持続的低下はアルファが低下したわけなので、第3段階のところはアルファが消えてて、つまりその PMS になってしまったわけなので、なぜアルファじゃなくなったかっていうことを聞いて、それはだからもうアルファがもう 20% 以下、10% 以下になるわけですから、はい、そこはもうアルファが減ってくる、つまり類似的な意味での、はい、農村からの労働供給っていうのは、転換点超えてしまったということですよね。つまりその、第2段階超えてしまった後で、第2段階、第3段階の連続性といいますか、整合性といいますか、その、PM の切り替えでも、維持できるという折り返しでいいですか？そう、だからそこでもずっと、パーキャプターインカムが成長するためには、その、工業部門であるとかサービス部門において、労働生産性というのは継続的に上がっていくというメカニズムがないとダメなわけですよね。そうですね。だから、ただ、資本を増やしていって、それで労働をどんどん増えてきて、経済成長します。できる時期あるわけですよね。ある程度、そういう安い労働の供給が。で、それが、先ほど申し上げたように、この中国の場合には、一つの転換点にしていると。特に、南米のあたりですね、この賃金がやっぱり上がってきたりなんかしますから。で、そうすると、そういう低賃金に依存しているようなところっていうのは内陸の方に動いてくる。最近では関東州なんかベトナムの労働者出てますよね。まあ、そういうようなメカニズムが働いて、で、そうするとそこでは、やっぱり、ある程度賃金が上がっても、この生産性が上がるような
あの仕組みが出来上がってこないと、あのそういう成長がサステナブルがなくなりますよね。だから、あの例えばね、あのこれ、あの人あの為替の問題がいろいろね、レミビーの問題が言われてるけども、あの僕はスタンプの同僚の、あの、まあ、機能なんかに言いますと、この日本の例えば高度成長の時代には、この1ドル360円という形のものがフィックスされているわけだけど、その間、実質がどん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 こう上がっていくわけですよね。で、そうすると、彼はだからそういう、為替 の、 あのそういうアジャスメントと、それから実質に上がるということは、このサブスティートだっていうんですよね。だから中国でも別に人民元が必ずしもあのネオクラシカルな経済学者が言うように、どんどん上がらなくちゃって、実質賃金が上がっていけば、ね、いいじゃないかっていう議論を、まあ、彼なんかしてるんですけど、まあ、関東州とかなんかでそういう現象ってすぐに起きてますよ。第三段階を到達した段階と理解してどうですか？あのですね、だから、あの、今、中国の経済学会なんかでも、わりかし、だからそういう、あの、僕はだから、あの、ジュン・ルイスって、あの、クレイジー・ルイスっていう、まあ、使ってるわけですけども、あの、それは、あの、まさに寺内さんがおっしゃったように、ベースメカニズムはそのまま、あの、中国の場合にも適用されるわけじゃないですからね。ただ、そういう、あの、農村から、その、いろいろ継続的にそういう、あの、流出っていうか移動が起きてるっていうことは、今の経済成長の、基本的な方を支えてきたメカニズムがあるから、だからそれはジュン・ルイスメカニズムって呼んでるんですけども、あの、中国の経済学者の中では、ある程度、ルイスメカニズムっていうものを、あの、文字通り受け取って、今、そういう、あの、転換点にしてるのかどうかっていう議論をする人もいますよ、ね。ただ、その中国広い国だから、今のような関東省の話と、それから上海とか江蘇省とかもあると、それから内陸の方と、ここでまた違いますよね。で中国の内部の中でまた、そのフラインギース、あのクラシカルな意味でのフラインギースみたいなのが、まあ、起こりつつあるということだと思います。最後に、2点目の感じけども、つまり先生のこのブルーマークの中で、異国の経済の解放と、はい、と関連性、今日はその、どうって考えていらっしゃるわけですか？これ、あの、GDP、あの、ドメスティックプロダクションでやってるから、だからそこは、あの、いいんじゃないかと思うんだけど。そうですね。ちゃんと終わりましたね。ありがとうございます。他にコメントは何？はい、どうぞ。東京大学の方に来ました。今日はそんな国民の話したり、大変勉強になってありがとうございます。あの、私、この大西先生のあのコメントで進められたので、輸入代替で輸出産業は対応関係の常になっているか、ちょっと、海外ニュースとか、貿易の実装研究をやっておりまして、そこが、日本の場合は、おっしゃったように輸入代替の取り組みが、輸入代替の調節でプラス